この時間はズームアップ。毎週月曜日は政治です。ジャーナリストの鈴木哲夫さんです。鈴木さん、おはようございます。はい、おはようございます。東京都知事選が行われまして、現職の小池さん参戦ということになりましたね。はい、そうですね。まあ、小池さんがそのこれいろんなマスコミの、まあ、なんて事前の情勢調査って言いますかね、はい、世論調査っていうか、それとかあと各政党が要するに調査をやってましたけれども、はい、もうやっぱり圧倒的に話してたんですね。リードしてましたよね。そうですね。大体、まあ、倍近い差がずっと出てって、はい、それからあとは、出口調査ってありますよね、期日前投票のね、はい、これなんかもうやっぱりこうマスコミ各社が見ても圧倒的に小池さんがやっぱりリードしてたので、もうこれとにかくまあよくゼロ党なんて言いますけども、票が開かないうちにもう当選確実を各マスコミは打ってくるだろうというような予想はできてたんですが、まあその通りになったということですよね。それでまあ、この都知事選を、まあ、結果として小池さん勝ちましたけど、やっぱりどういうふうに総括っていうか見てね、はい、それでこれ今後に、つまり都政だけじゃないんですね、そのいわゆる全国の選挙やいろんなところにどう影響していくか、政治っていう、そこを見なきゃいけないと思うんですけど、そうですね、はい、でやっぱりね、一番大きいのはその2番目に石丸さんというですね、はい、広島県の安芸高田市長が当選したという、これがやっぱりこう一つのトピックだと思うんですね。はい、で、まあ、正直言って無名でした。ところが無名と思っていたのはこの現実の政治の世界であって、はい、リアルなっていうかね、実はネットの世界ではもう彼はすごく知られてたわけですよね。そうですね。そうなんですよ。だからその市長時代にそのいろんな、まあ対立が議会とかいろんなとことあって、そういうものがネット上でとか SNS で展開されて、でそういうので、まあ、彼の名前は知られていたと。でそれが要するに選挙を実際選挙になったら票をあれだけ集めたっていうことなんですよね。でもうやっぱり一つのこれは総括や今後について言うと、はい、このネットの世界、ネットの選挙っていう展開っていうものが、はい、その相当これは一つのこう主流になってくるだろうっていうのがよく分かりましたよね。でそれもね、そのなんていうのかな、これ前の選挙の時の参政党ってありましたけども、はい、この参政党なんかの時もやっぱりこれネットでわーっと展開をして、で昔ならこうなんか、所詮ネットの世界だよって言ってたんだけども、ネットでそれを見た有権者が実際に今度はじゃあ第2段階では足を街頭演説に足を運ぶんですね。それで実際に行って、そしてじゃあ演説聞いてみようというふうに次の行動に移っていくわけですね。はい、で、まあそういう流れがあったんだけど、今回の石丸さんの場合はそのネットで知った、じゃあ街頭やるっていう、じゃあ実際に街頭を見に行ってみよう、そして見に行った、そしてじゃあ投票所にも行こうと、こういうふうになったわけですよね。だからこう一つこうネットから実際のリアルな行動にこうなんて有権者がこう一つの行動にこうなっていっちゃうっていうね、そういう傾向がやっぱ出てきましたよね。だからなんか選挙っていうとやっぱりその昔ながらじゃないけど、やっぱり街頭演説やって一人と握手をしてとかね、はい、支援団体組織団体を回って挨拶をして、とにかくお願いしますっていう、まさにこのリアルなこう選挙っていうのはあるんですけど、こういうネットの選挙っていうのがやっぱりもう意外にこの特に無党派を動かすって言いますかね、はい、そういう傾向が出てきた。だからこのね手法っていうのはこれからやっぱりあらゆる選挙で使われるんじゃないかなと思いますね。でもこの辺は年齢でもやっぱ若い人の方が有利じゃないですか、SNS をうまく活用するっていうところは。昨日も出口調査なんかでも各社分析してましたけど、まあこれほとんど私はちょっと、まあ、ある系列局の番組出てましたけれども、その各社見てもやっぱり同じ、これは若い人が圧倒的にそういう行動をして石丸さんに入れてるんですね。
でやっぱり、まあ、高齢者の方になっていくと、まあまあ、私なんかそっちの方にいますが、はやっぱりリアルなところとか実績とかそういうところで投票していくって、だから小池さんが圧倒的に多かったわけですよね。だけどやっぱり若い人はそういうそのいわゆる、いやだからまあネット社会っていうのがなんかあのダブルスタンダードでなんかちょっと別の社会だよねと思ってたんだけど、そのネット社会と本当の現実の社会、リアル社会っていうのかな、それが選挙なんかでもこうもうマッチしてきたっていうのかな、若い人にしてみるとね、それが見られますね。だから今後の選挙ではこのネットをどう使っていくのかっていうのは一つのやっぱりこう重要な戦略になっていくのかなというのが一つですね。それと、はい、ああはいはい、いやどうぞどうぞ。でもう一つはね、はい、この票の分析ってこれからしていかなきゃいけないんですが、まあ、東京の場合は非常に無党派層が多いんですよね。で、さらに僕いつも言うんですけど、流動人口が多い。つまり流動人口っていうのは、転勤していったり、する。だから、3年4年も東京にいないで変わっていくような人が、やっぱり3割ぐらいいるんですよね。はい、そうすると、まあ、この人たちはもう東京都政がどうのこうのとか、この街をどうするとかいうより、もうどうせいなくなるんだから、というんで、今の、例えば政治状況とかね、その自民党の例の裏金問題とかね、はい、いろんなもの、そういう中央の政治とか、それから、まあ、人気とか知名度とかインパクトとか、そういうのにこう影響されて投票するっていう傾向があるんだけど、はい、これ各候補のやっぱり得票率を見てみるとですね、やっぱり、得票の中身を見てみると、まあ、ざっくり言うとやっぱ小池さんも蓮舫さんも、ベースになってるのはやっぱ組織票だなという気がしました。つまり、小池さんのは自民党、それから公明党、そして、表に出ませんでしたけどね、自民党はね、はい、あとは都民ファーストの組織票ですよね、で蓮舫さんの方はベースになっているのはやっぱり、立憲と、それから共産党の組織票というね、こういうのがやっぱりこうベースになっているなと。でその上には積まれている無党派層とかその流動人口とかそういうのはもう結構ほとんどとは言いませんが多くが石丸さんに行った。これ何かというとやっぱりね、はい、既存の政党みたいなものではないところに選択が行きましたね。だから、自公、都民ファースト、いや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 、共産、立憲、いや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 、もういいよっていうね。それがこう、そういう無党派層がやっぱり石丸さん、第3の選択に行ってるような感じするんですよ。ということは、やっぱり今後の選挙を考えると、既存政党、既存の今ある政党は全部これ気を引き締めなきゃいけないなと、ね、自民党だけじゃなくて野党も含めてね、はい、そういうものが、まあ、見えてくるなっていうのが2つ目、そして3つ目ですけど、これはね実は知事選じゃなくて同時に行われた都議補選っていうのがあったんですが、自民党惨敗なんですよ。2勝6敗だったようですね。そうなんですね。で、これは、事前の、投票前の、この取材なんかでも、相当厳しいと。でも、まあ、自民党としては5つぐらいは取りたい、4つは取りたいと、こういう話を、本部、選対本部は言ってたんですが、2つっていうのは、これは、もう惨敗ですね。で、自民党ってやっぱ地方組織の政党ですから、こうやって地方選挙でもう勝てないってことになるとですね、やっぱり次の総裁選へ向けて地方からもう岸田さんじゃ戦えないっていうね、そういうある種、まあ、まず俗に言う岸田おろしですよね、総裁選に向けて、こういうやっぱり動きも出てくるだろうなという気がしますね。だから、まあ、この3つ、まあ、まあ、いっぱい他にもありますが、もうこういうことがやっぱり今後の選挙にもまあ影響を与える。それからまあ選挙戦そのものの例の、ね、掲示板の問題なんかもありましたんで、そうですね、はい、公選法とかやじとかこの辺もやっぱり国会ですぐやんなきゃいけない、まあ、この辺も4つ目に挙げてもいいのかな、そんな感じのやっぱり知事選だったと思いますね。そうですね、だ影響ありますよ、まあ、これが今後の選挙に、ね、解散がいつなのかっていうところが常にクローズアップされてますけども、大きく影響を与えそうですね。
この流れは。次の選挙には、そうですね。いろいろ僕は繋がってくると思いますよ。わかりました。鈴木さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。この時間はジャーナリストの鈴木哲夫さんでした。裏には裏がある。表ばかり見ていると羨ましいし恨めしい。なら見てみよう裏側を。聞いてください裏話。努力はきっと裏切らない。裏にしかできない人生のさよなら勝ちを目指して、藤原玉樹日曜の裏。 RKB ラジオで毎週日曜朝10時15分から放送、ポッドキャストでも同時配信しています。